はい。それでですね、引き続き、野党第一党のですね、立憲民主党の代表選も行われております。枝野さん、泉さん、野田さんとかが、有力だとかいうことで、いろいろですね、今、記者会見などもですね、行われ始めていますけれども、この動きをどう内部に、おられて、見られているのかですね、ぜひお聞きしたいと思っております。私は立憲のその代表選挙に関しては、内部の人間ではございません。あ、失礼しました。外部の失礼人しま間した。はで、非常にもう、早期から心配しましてですね、い。関心を持って外からいろいろ意見を言ってるわけです。それで、とは言いながら、まあ、小沢さんとの関係でですね、小沢さんの行動をよくわかる部分、それからわかりにくい部分、なんかについて、結局、直接小田さんに聞くわけにいけない立場の人が、ジャーナリストも含めて、政治家も含めて、私のところへいろんなことを、文句を言ってくるわけですよ、意見を言ってくる。まあ、そんなことで、関わってはいませんが、心配してる立場でございます。それで、率直に言いましてですね、これから7日ですか、いわゆる、候補者が決まるのは。立憲民主党ですね。はい。で、はっきり、まあ、決まってるのは、枝野さんと、それから、野田さん。はい。これは、記者会見もや、野田さんは明日ですか、記者会見が。それああ。で、あと、現代表の泉さんが、推薦人に20人が足りるか足りないかって出たいけど、この問題。それから、その他に女性、吉田晴美さんですかね。吉田さん若もそい。の推薦人の問題。2期生ですよね。それあからと、その江田推薦健二人さの、んと馬淵澄夫さんもね。ちょっと馬淵さんはもう、いや、その気でなくなったようですね。ああ、そうなんですよね。枝高のですね。そこら辺が、どうするかという問題が残ってますが、やはり、立憲は野党第一党ですから、この次、選挙をやれば、これだけの問題を自民党が抱えてるから、ひょっとしたら政権交代が可能かもわからんという状況があってですね、誰をやっぱりその代表にするかっていうのは非常に大きな問題なわけなんですね。本当にそう思います。しかも大きな問題中だけじゃなくて、立憲の代表が誰がなるかによって、今の日本の政治的な閉塞感、政策、例えばアメリカとの軍事関係、これ以上深めていいかどうかとか、あるいは食料の問題をどうするかとか、あるいはエネルギー、インフレの問題をどうするかとか、さまざまなその社会保障の問題をどうするか、税制どうするかとか、さまざまな問題があるわけですが、とにかくその日本の政治だけでなくて、日本の政権交代によっては、世界の政治も大きく影響するという。そういうその状況で、どういうスタンスの人がその代表に選ばれるかっていうのは、これ自民党よりある意味では注目がいる代表選挙だと思います。思いまで、す。その中で、予想としてはですね、結局、最初に表明した枝野さんと、それで、枝野元立憲、代表と、元民主党代表で総理大臣経験者の野田さん、この2人のどっちかという可能性が強くなりましたですかね、現段階はそうなってます現段ね。階。そこで、まあ、泉さんが出てくれば、その可能性はちょっと変わると思いますが、まあ、ここのところはちょっと、現代段階として考えた場合に、まあ、小沢さんは今までの政権交代を主導してきた政治家の長老として、やっぱりここで政権交代の体制ができなかったら、永遠に日本の国はダメになるということで、なんとかその実現しようということで、最初出した小沢さんの構想は、40代の若い人を、そのみんなが
あらゆる意見の人、立憲の中の、みんなが擁立して、そして国民からの支持で新しい政治の展開のものに、しようという構想で、まあ、それなりの人たちに相談したわけですね。野田さん、枝野さん、その他、まあ、あるいは、代表にふさわしい人も含めて、それから、赤松、影響力を持っている赤松さんなんかにも相談したと思いますが、その結果、まあ、40代の候補者も1人2人、上がって、議論が始めた矢先に、今その条件として、小田さんは自分ももちろん出ないと。それから野田さんも出ないと。若い人に我々の気持ちをかけようという、まあ一応、そういう並びができたということで始まったんですが、平野さんがやっぱり突然、やっぱり、自分のやり残したことがあるので、前回の総選挙で自分が負けた責任を取った代表がまた出るというのに批判が多いことは分かるけど、なんとか自分の、思いを実現したいというので、自分が出るということを言い出したわけですね。そうすると、せっかくの、まあ、志が生かされなくなって、そうなると、枝野さんで、果たして、政権交代ができる、ものが、内容の、野党第一党になれるかどうかという問題が出てきたわけですね。そこで、枝野さんが記者会見した。その記者会見の中で、枝野さんは、二つ、まあ、重要なことが二つ、言ってるわけですが、一つは、消費税を下げるという公約を前回取ったことが、これ、誤りだったと、間違いだったと。消費税っていうのは、やはりこれ、残して、将来の社会保障のための財源として、改善しながら置いとかなきゃだめだということを、よく分かったと、これは譲れないということをはっきり言った。それからもう一つは、野党との選挙協力を、これは全国一括ではやってはダメだと。個別に野党のとの選挙協力はやるべきだと。個別にやるということに対する、やっぱり、無党派層の抵抗があるので、政権は、取れないと。まあ、こういう構想を持ったわけですね。そうすると、今まで野党安保法制に反対するという、安保法制の憲法違反の部分については反対するということで一緒になってた野党が、これは野党共闘やるつもりないじゃないかと。とてもやっぱり自分とこが、立憲単独の政権を、まあ、時間かかってもいいから、やりたいという方針じゃないかと。そうすると、まずそれはあり得ないと。で、政権交代を、まあ、命にしてる立憲の人とかにとってみたら、非常に評判が悪くなったんですね。で、やっぱり政権交代を最優先にして、まあ、中間的な政党で自民党のに汚染される政党もあるけど、そこはやっぱり、この自民党の不評判の時代のことについて、徹底的に、共有、その問題を共有して、とにかく自民党から、政権を変えて、その自民党の利権政治を一旦切り離すのは日本にとっても一番大事だということに変えた場合に、じゃあ誰を、適当かとなった場合に、小沢さんと一番、消費税の問題とか様々な問題で、致命的対決をしてた温州の彼方にある、小沢さんと、野田さんに、ここは、過去の問題を超えて、一つ、それに絞った形で、そして、それぞれ、二人ともやっぱり、日本の国の発展について思いがあろうから、勝手の考え方を、やっぱり、改良するなり、新しい発想を作るなりして、やってもらおうじゃないかということになって、結局、いろいろ話し合いの結果、小沢さんのグループは、野田さんが
北京高裁最優位にして新しい国を作るという意思を生かしてくれるなら協力しようということになって、事実上は昨日でした。小沢グループが野田さんに、協力しますということを言ったわけですね。で、明日、5日に野田さん記者会見すると思いますが、とにかく、かっての宿敵が一つの塊になるわけですから、それに対する誤解とか、あるいは抽象、あるいは、理解っていうのは非常に難しいっていう段階で、マスコミの新聞は今のところ、それがいいとか悪いとかっていう論評じゃなくて、事実の短観と書いて、怨霊を超えて新しい政治を作るということの報道と、しかし、かっての、野田さんの、党の基本方針を、強引に変えたやり方とか、小沢さんのかって言われた剛腕さというものが、どうなるのかということで、国民は、はっきり言って、不安と期待で今、一番、今週なんかは、話題になっている問題じゃないかと思いますかね。ただですね、私はその話を聞いてですね、率直に言って、民主党時代にですね、最悪のタイミングで解散総選挙に踏み切って、自民党に大勝させた張本人である野田さん、消費税も上げですね、尖閣の国有化もしたですね、野田さんがまた再びですね、民主党の代表になって、今度の政権交代のチャンスかもしれない総選挙にトップで臨むというのは、少しこれはちょっと違うんじゃないかという印象をですね、今のお話をお聞きしても率直に拭えない部分があるんですね。小沢さんが、最初、野田さんとも話し合いながらですね、一政会ですか、小沢グループ15人の一任をつけて、若い人を出そうということで模索されたというのは、それは、当然だと思いますけれども、その自分たちが出ないで若い人って言ったのが、流れがこう変わったっていう、そこの経緯がですね、なぜ若い人って言っても、まだ泉さんでは、総選挙はダメだっていうのは、小沢さんの見方で始まったっていうのは、知っていますけれども、なぜ他の選択肢、例えば今、名前がちょっと上がってる、江田賢司さんとかですね、馬淵さんとか、名前は上がってませんけども、もっと他に、私なんか 一貫して支持してますけど、川内博さんとかね、いろんなまだ方、そして40代だったらまだ若い方もおられると思うんですが、そういう選択肢はもう今の段階で全くこうダメっていう判断をされたのか、そこがよくわからないですね。これもね、先申し上げたように、私は中入ってるわけじゃないから、私のこれから先の話が事実というふうに理解しないでいただきたいんですが、私が感じてますことはですね、具体的にやっぱり、若い人の名前は出たと思いますね。例えば、馬淵さんとかね、あるいは小川さんとかね、そういう話は出たと思うんですよ。それから小沢さんは、江田さんとも話をしてるんですよ。議論をしてるんですね。それから、そこら辺の話もいろいろあったと思いますが、私はですね、いずれもそれがうまくいかなかった。で、どういうことかと言いますとね、私から言わればですね、キャリアと、それから、知識と、を兼ねて備えて、本来ならば、すでに総理をやっておくべき人間は江田さんですよ。ところが彼がね、なぜそれができないかというところに問題があるんですよ。政治家っていうのはね、理屈と知識があったってダメですよ。人間としての胆力と、
奥という人間から潜在的な信頼感。人間の一つのね、なんていうかな、つまらん意地でね、その人間の人格がね、疑われるようなね、人がこれ、どれだけ頭が良くても、どれだけ学校の成績があっても、これ難しいですよ。私ははっきり言って、江田さん自身は橋本龍太郎さんの影響も受けて、本当のやっぱり政治を知ってる人間で、彼が我を捨ててね、国民の、ための我をやるという覚悟がね、立憲なり、あるいは立憲を超えた人々に共鳴するものがあればね、得になっとると思うんですよ。ところが、それができないっていうところはね、問題なんですよ。今回のね、やっぱり、あれでしょう、立候補する人は難しいですわな。政治っていうのはね、木村先生おっしゃるようにね、理屈だけ、理論だけではできないんですよ。見えない部分がどうしても出てくるんです。しかも今度はね、今度の日本の今の政局は、100年か200年に1回の混乱ですよ。本当にそう思います。ですから、これはね、僕は、私のところで、なんていうか、木村さんと同じような、話で、小沢さんをなぜ、野田さんと一緒に止めないかっていう、いっぱい来るんですけどやっね、ぱりですね。私は止めません。それは政治のパラドックスのダイナミックスっていうのはね、結局、何が日本の国にとって今一番大事かっていう場合に、あらゆるものを犠牲にして、自民党の利権政治に変わる新しい政権交代をやることですよ。そりゃ、小沢さんの言い分にも、野田さんの言い分にも、義もあるし、いろいろ問題があると思いますよ。ただ僕は、全然心配がないわけじゃないんですけど、ここのところの野田さんの、発言を見てて、余計なことを言ってるっていう部分もありますけど、これは彼の、政治の癖の話でして、ある意味では自分を捨てて恥をかいてもいいという、そういう心境にはなっとると思うんですよ。で、それをね、どういうふうにダイナミックに活用するかっていうのは、直接は小沢さんの問題であり、そして小沢さんを支援するその人たちの腹ですよ。そこでね、形式理論で、ああだこうだって言える、僕は言うデジタルカルトのようなね、自分の言うことが一番正しいんだという前提で批判されるのはね、ちょっとこれ、相対的に政治の特性っていうのを学んでほしいと思うんですよ。だから一言で言うならですね、私は、小沢さんは政治手法は原敬の手法です。で、原敬を政権交代、日本に本当の民主主義を移動する、作る、模範と見てるんです。まあ、一種の、原敬の、生まれ変わりのような人なんですよ。私は、原敬の、ことについては、小田さんはよく勉強されてますし、私も共同で研究していることもあるんですが、ちょうど小田さんの今の心境は、あらゆる理屈、あらゆる理論を超えてですね、ちょうど大正の7年ですか、第一次世界大戦の終わり頃、反発政権が続く中、原政友会が実質単独政権をそこで作った。それはやっぱり、原敬が山形を宿敵ですよ。山形有朋と小田、原敬っていうのは、小田原四郎と野田佳彦よりもっと関係が悪いんですよね。あえてあれをか、あの、いろいろ、まあ、やりとりとか、駆け引きをやりながら、あえて、説得して、賛同させた。説得した。この、ありと、山形を、して、実質、政治、作り上げた、この心境じゃないかと思ってますかね。だから、それは、そこら辺の、なんつうか、
一つの気概というものがですね、精神というのは、私は今すぐ野田さんが分からなくても、代表になってから分かってくれるんじゃないかと思っています。というのはですね、今、野田さんの昨日今日の発言で、まあ、ここ2、3日の発言で、ちょっと私気になるのは、一つは消費税について、これをの、その残すと。で、消費税を残した上で、それを基礎にして、さらに新しい社会福祉の、社会保障の仕組みの、基礎にしたいという、こういう発言をしてて、非常にその消費税減税、消費税なくしようという、その立憲の中の人たちから反対の意見を受けてるんですが、これはですね、別にその消費税というふうにものを考えるからダメで、税制全体を大きい、これ時代の変化に対応できるものに変えようという議論に、こう、アウフヘーベンすれば、十分話し合える、残すか残さんかということも含めてですね、話し合える話だと思います。これは立憲の中だけじゃなくて、与野党で話せる話だと思います。それからもう一つ気になったのはですね、安保法制、まあ、安倍、岸田が、作った安保法制をすぐ変えるわけにはいけないという発言をして、やはり立憲の中、あるいはよその党からも批判が出てるわけですが、これも、ああいう言い方すると批判出るはずですよ。そこはやっぱり、野田さんの一つの、ものの言い方の説明の、問題だと思いますが、これとてね、作ってますから、制度化してますから、安保税を。これ反対だって、それをその認めない、政権交代はあり得ないんですよ。それを前提にして、それをどう変えていくか、それを9条の、専守防衛の枠で給料を守るという、そのものに戻すための協議っていうのは、これからやればいいことですね。それをなんか、それをすぐ断るわけにいかんという、そのものの言い方が問題がありますが、これは十分議論ができることです。しかも今、戦争をやめてくれという世界の声というのは強くなりましてね、よく調べましたらね、その、パリ不戦条約の元は、第一次世界戦争でアメリカが戦争に参加して戦死者が大量に出た。ワシントン体制を原敬が作る。日本はその、いわゆる拡大政策は、拡張政策は侵略政策はやらんという約束をしたときに、アメリカの市民200万人が不戦条約を作ろうという運動を始めたのがアメリカなんですよ。だから私は今度、その新しい、戦略交代の政権ができたら、アメリカにむしろ働きかける。アメリカだって3分の1は戦争嫌いな人がいるんですから、積極的にアメリカの歴史の中で、200万の人間が不戦運動をやってますからね、大正の中頃。そういう歴史を学びながら、今の、やっぱり、9条を世界に生かす運動っていうのはね、日本からやるべきですよ。そして新しい、やっぱり、秩序と新しい幸せを作る、その文明を作るということもね、共同して、日本から発信するという、僕はきっかけに、この、小沢さんと野田さんの矛盾のこのアウフヘーベンをですね、日本はトライすべきだという気持ちでおります。木村先生のご理解をいただきたいと思います。枝野さんもですね、民主党政権の反省を教訓にとか、人間中心の経済とか、野田さんも経済に関しては分厚い中間層の復活とかですね、まあそういう方向性出されているのは、いいと思うんですけれども、今言われた消費税の問題と安保政策を、その自民党とさほど変わらないままで政権取っても、その、あんまりこう、大きな意義が、見えいやないいや、んじゃないかという不それ安はがあるやとらいうない。ことですね。それはね、言葉尻ですよ。続けると言ってるわけじゃないんですよ。認めざるを得ないだろうと、政権取って。そこから先のことですよ。続けるか、どうするかっていうのは。変えざるを得ませんよ。変えなければ、野田政権ってのは存立しませんよ。それから一つで、先生に私ね、はっきり言っておきますけどね、その、中間層を大きくするということはね、これはいいですよ。
否定すべきことじゃないですよ。うん。しかしね、これ野田さんの、いろいろ言い方はあるんでしょうけど、枝野さんのね、人間中心の経済をするっていうのは、これはとんでもない間違いですよ。あ、そうですか。それが本来の資本主義作ったんじゃないですか。地球に住んでるのは人間だけじゃないですよ。森羅万象が幸せにならないとダメですよ。そのために人間があるわけですから。だから人間中心の経済っていうのは、新自由主義の経済の哲学ですよ。これはね、一番悪いですよ。だから竹中の信仰者ですよ、彼は。枝野は。いや、そういう内容かどうかは僕はよく熟知はしてますが。内容じゃないですよ。彼の政策がそうなんですよ。まあそうやるならば僕が思っているものとは違いますけどね。ええ、経そ済れはと人倫間理中を心じゃ結ないんびつですけよ、世てのっていう中は。ね。経済と倫信理仰を壊結してるのはびつ人け間るですというよ。意味ならいいと思いま人す。間の反省が必要な、経済にしなきゃダメですよ。わかりました。はい。で、まあ、新しく、まあ、自民党の総裁が選ばれたらですね、今年の秋にもですね、解散総選挙かとも言われてますし、まあ、そうでなくても来年7月に参議院選がありますので、衆参同日選挙とかいう声もありますけれどもね、総選挙、そして政権交代が果たせるのかどうか、最後にですね、そこら辺、これね、まとめでお願いいたしたいと思います。全く分かりません。ああ、今の時点ではね。それでまあ、おっちょこちょいの新聞記者たちはね、10月の27日のね、補欠選挙と一緒に総選挙準備するだろうと言ってますけどね、それやっていきたいと思います。あ、そうたです。だね、総選挙の日程が読めなくなったというのは、この麻生派の裏あ、金ガス問題。問題がまた出ましたからね。ああ、その影響がどうなるか。だからこれは全く読めません。まあ、今、アメリカもね、大統領選挙を行われていますので、アメリカとのこう、関わりというかね、影響とかいうのもあると思いますので、その影まあ、響もあると思いますよ。そうですよね。まあ、大統領選ではまた、トランプ陣営にロバート・ケネディ・ジュニアさんが加わるということになって、また流れがですね、変わりつつあるということで、アメリカの大統領選挙にもですね、注目していく必要があると思います。今日はですね、非常に長時間にわたってですね、今の自民党のですね、総裁選、そして立憲民主党の代表選について、過去のいろんなですね、エピソードを私なども知らない興味深いお話も含めてですね、平野さんからお話をお聞きすることができました。今日もどうぞありがとうございました。どうも。